こんにちは。今さっき帰ってきました。ちょうどいい時間帯ぐらいに帰ってこれました。ね、さっきの配信ではすっぴんだったのに急にみたいな。ちょっとまた桃を持って買ってきました。桃が大好きすぎて。いただきます。うんうん、当たりの桃だ。美味しい。八百屋さんで買ったんですけど、ちょっと外れだったらどうしようって思いながら買った。でもね、当たりだった。美味しい。うまうまです。前回の桃は硬すぎて食べるのやめちゃったんですよ。うん、今日は柔らかい。ちゃんと桃は食べてるけど、お昼ご飯はまだ食べてないので、この配信終わったら食べようかな。みんなはお昼休憩中ですか今。明るくしようか。うん、あ、じゃあよかったですね。ちょうど。夜勤終わってお風呂入ってご飯食べた。え、最高じゃん。もう寝るだけじゃん。なんか今日ももちゃんと仕事さっき一緒だったんですけど、知恵の輪おすすめっていうのを聞いて でもなんかすぐ溶けちゃったって言ってました知恵の輪ってそんな簡単だっけっていう。知恵の輪ってなんか金属でできた、なんていうの、金属同士が2つが絡まってて、それをこうやって解くんだけど、難しいのね解くの本当は。でもなんかももちゃん3分でできたとか言っててすごすぎる。
かお祭りとかででもそれもらったことある。簡単なやつすごい。知恵の輪はでもどこに売ってんだろうね。ドン・キホーテとか。まだ左端にマークがつかない。いや、うん、東急ハンズさんとかね売ってそう。でもなんか最近ももちゃんと仕事一緒になる時がねなんか多い気がする。うん、ロケも2回ぐらい一緒だったし、そう、そんな気がするぞ。昔はデパートにマジック売り場あったけど、楽しそう。今でもありそうだけどね、マジック。うん、マジック。私のお兄ちゃんがよくねマジックやってました。大晦日になるとなんかマジックやりだすんですよお兄ちゃん。なんか恒例行事みたいな、なんかそれをみんなで見るのが、そう、それをやってました。タキシード着てなかったかな。でも普通の格好でやってたね。なんでマジックをやりだしたんだろうね。なんだっけな、どんなマジックだっけな。なんかロープ持ってて、今からこのロープ切りますって言って切るんだけど、切ったのにまたこうやって伸ばしたら切れてないみたいな、そういうマジックだった気がする。そう、あ、テーブルクロス引きね。私が冠番組してた時にテーブルクロス引きを極めようみたいな企画でやりました。でもね、成功しなかったはず確か。そう、冠番組のその最終回で、でも結局ダメだったの。1日でそうできるかっていう、まあ短い時間なんだけど結局できなくてね、終わっちゃった。ちょっと苦い思い出ですねそれね。まあマジックって言うのかな、まあ分かんないけど。マジックってないか。なぎちゃんの冠番組って何？本当に前なんだけど、そう、冠番組をやらせていただいてた時期あって、何歳だ、10でも4、4、5歳ぐらい、すごい前だね、子供だ、もう赤ちゃん、いろんなことをやってました。そうだね、未来ドライブ、未来ドライブ TV っていうテレビ。
でも北海道でね毎回やってたので、北海道でまたいろいろねお仕事があったら嬉しいんですけど、本当にねなんかコロナ禍に入ってからはすごいそれが本当になくなっちゃって、そう北海道ではもうなかなかねお仕事ってないですね。DVD 買ってみたよありがとうございます、嬉しい。そうブルーレイ化されてました、ありがたいことに。北海道から見てます。いいな、北海道にいるんですか、いいですよね。今すごくお腹が空いてる。今桃食べてたんだけどもう食べ終わっちゃった、もう秒でなくなった秒でなくなっちゃいました。でも小さめの桃だから、私の顔の半分ぐらいの桃、こんぐらい。桃のフラペチーノも2回飲みましたね。そう2回も飲めた、もうだからなんか満足してる感あります。ちょっと飲めた、あとはたまたま通りかかってあったら食べようって感じです、あ飲もうって感じ。そう SMS 認証の確認してね。そうですね、SMS 認証終わってない方はぜひ認証してから星投げしてくださるとポイントになります。でもスタバの店員さんってなんか大変そう、なんかメニューとかすごい覚えることいっぱいあるみたいなこと聞いたことあります。でもそれはそうだよね、だってスタバっていっぱいあるもん種類が、うん、それプラスなんか綺麗に作らなきゃいけないでしょ。あとなんかたまにカップに手書きでなんかいろいろ書いてたりもするじゃないですか。すごいなんかやることいっぱいあるなって思う。でもねいいよね、そういうのね、バリスタっていうの、バリスタかっこいいよね。メニューの名前言うのも大変そう確かにね、カスタマイズとかね、名前をお客さん側は普通に短縮してさ桃のやつくださいとかって言えるけどさ、店員さんはやっぱねフルのやつでフルネームで言わなきゃいけないことが多いわけだから、すごいです本当に。生まれ変わったらやってみたい、私も生まれ変わったらやってみたい。なぎちゃん似合いそう、え嬉しい嬉しいけど私記憶力がなまあでも、ね、覚えようって思ったらできるのかもしれないけど絶対ね難しいです。ごめんなさい、少し学生時代やりました、そして少しモテました。プチ自慢されたんだけど、なんかやっぱモテるんですか、スタバの店員さんをやると。そうなの、
まあでもわかるよ、モテそうだもん。なんかバイト何やってんの、スタバの店員とか言ってみたい。でも混んでる時はすごく大変だよね多分ね。おしゃれなバイト、バイトね、そうしてみたいって思ったこと何回もある。うん、でもね、やっぱ働くってことだから、バイトするって働くっていうのは難しいね、大変なんだなって思います、どれも。うん、バイトしたことない。パン屋さん似合いそう。パン屋さん、パンのイメージある？パン好きだけどさ、パン屋さんといえば私はね、サヤリンかな。個人的には動物園とかテーマパーク、あ、テーマパークで、でも分かるよ、テーマパークで働きたいってめちゃくちゃ思いますね。テーマパークでもね、ずっと笑顔でいるっていうことが基本だからね、すごいよね。わんこそばを入れる人が似合うすごいピンポイント、わんこそば。ジャングルクルーズのジョークミーン、いやジャングルクルーズはあれは、いやあれは難しそうだなね。すごいね、何回も同じことを、そう、ジャングルクルーズのキャストさんをやってて本当にすごいよね。ここでゾウが水をかけるから、あそこでこんな反応しようとかって毎回、そう、テンションが本当に大変そう。でもそのおかげですごく楽しいです、乗ってる側は。私ジャングルクルーズから落ちそう、確かに。ハンドルを誤るかもしれないまあ下にレールあるのかもしれないけどね、まあ、でもすごいと思う、ほんとテンション保ってるの。うん、今日誕生日なのでお祝いしてください。誕生日だって、誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデーね。ジャンボリミッキー流行ってるよね今。ジャンボリミッキーって何、ショーの名前なのかな。そう、元気に踊るお姉さんが TikTok かなんかでバズってて、すごいかわいい、ツインテールしてるお姉さん。そう、でもジャンボリミッキーをさ TikTok で七瀬と踊ろうとしたんですよ。そしたら意外にもちょっと長くて覚えるのがちょっと大変そうだったから、あ、やめようってなったちょっと別のにしようって。そう、しっかりダンスしてましたね。はい、
れる、意外と疲れる。そうなんだ。そう、ちょっと断念しました。ちょっとね、お話し会の休憩時間に覚える量にはちょっと多すぎましたね。そう、でもあれをやりましたよ、あのポポッポってやつ、ちゃっちゃっちゃ、これ難しい、難しかった、でもすごい難しい。それを TikTok で撮りました、7セット。ね、そう、ポップ、ポップです、ポップ。なんか私が喋ってるシーンとこのコメント欄の流れる速さ、ちょっと時差がある気がする。あ、もう52分。そう、なんかね、タイムラグっていうのかな、そう、50、待ってね、でも、あ、いきなり話変えちゃった。57分になったら一旦壇上は読みますね。なぎなぎチューブ見ていなかったことを今思い出した。大変だ、見てください。大変だ、それはめちゃくちゃ大変だ、見てください。ね、それは大変。よし、これが終わったらご飯食べるぞ。あんかけラーメン食べます、こんな暑い日に。底辺だ底辺だですよ、ほんと。今日の昼ご飯ヨーグルト以上。ダイエットですか、ヨーグルト。お腹すきそう。ワンショットを追加しました。当たったらどんなポーズしてもらおうかな。ありがとうございます。私あの思うんですけど、よくそのあのなんていうの、完売数とかって出るじゃないですか、お話し会の。それいつも完売してる部ってサイン会なんですよ。でそのツーショットワンショットが逆にあまり完売率低くて、そうだからな、なんていうの、みんなサインが好きなんですかね。本当にサイン、そうサインが完売率多い。あ、物として送られてくるから。写真も記念になるのに。でそう、なんか私の写りが悪いのかなってね、ちょっとねショックだったの。そう、実はね、そう、もしかして私のなんか写りが悪いから、そのなんていうの、ツーショットとかはあまり完売低いのかなみたいな。そうなのかなって思ってたの。そういうこと？
まあそう、まあね、サインだとコメントを書いたりするからね、まあ、確かにそっか、まあ、でも、ね、写真も私は嬉しいな。あ、画質が悪い、え、ツーショットは恐れ多くて、なんで悲しい。そう、サイン会が主にね、比率が合ってないんだよね。お、あともうちょっとで壇上読みますね。よし、じゃあ読みます。13位はしゅんごさん、ありがとうございます。そして12位はポッティさん、ありがとうございます。11位はペギさん、ありがとうございます。10位はティンプさん、ありがとうございます。9位はひろゆきアットマークあーはいさん、ありがとうございます。8位はケルビンさん、ありがとうございます。7位はマサタロウさん、ありがとうございます。6位はメロメロさん、ありがとうございます。5位はサンちゃんさん、ありがとうございます。4位は博多バリカタマンさん、ありがとうございます。3位は国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。2位はカントリーアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。1位はカンダアットマークカンカンさん、ありがとうございます。はい、イベント、そう、イベントの結果が今日も出てましたね、お昼に。そう、今回はね10位でしたね。昨日は8位だったんですけど、2位2つ下がっちゃいましたね。え、入れるかな。でもね、選抜も次入れるか分かんないし、本当に頑張りたいと思います。8位ね、8位以内に入ろうね。明日は仙台、いや、明日はね、一旦納涼祭をして仙台に行きます。楽しみ、仙台。本当に牛タンが食べたい。美味しい美味しい牛タン、うん。楽しかったです、応援してます、ありがとうございます。楽しかった、よかったね。明日劇場で会う方もね言いますね。じゃ、次の配信は14時50分なので、ぜひ次の配信も来ていただいたら、てか来てください。星もたくさんいっぱい投げてくれたら本当に嬉しいです。じゃあもうちょっとで終わりたいと思います。じゃあ、また後でよろしくお願いします。バイバーイ。